ゅんです。今回はですね、こちらババン、ユニクロのタンクトップご紹介したいと思います。まあ、ユニクロにね、タンクトップいろんな種類あるんで、何買ったらいいんやろ、何買ったらいいんやろってね、皆さん思っているかと思うんですけど、これめちゃくちゃおすすめでございます。ユニクロのタンクトップって、まあ、大きく3つあるわけなんですよね。まず1点目、エアリズムのメッシュのタンクトップ。これはですね、通気性アップということで、めちゃくちゃスケスケな感じ、レイアウトとしては絶対絶対使えないやつですね。 T シャツとかシャツのまあインナーに使えるんだよね。あの汗とかもうすぐにこう吸収してくれるし、乾きやすいしみたいな、めっちゃいいやつなんだけど、レイアウトとしては使えないやつで、2点目なんだけど、エアリズムコットンのタンクトップ、これめちゃくちゃいいですよね。実際に生で見たことはないんだけども、 MB さんとかよくねご利用してるかなと思います。で、今回紹介するのはこちらでございます。ドライカラーリブタンクトップ590円。なんとですね、こちら3枚セットで1500円なわけなんですよ。めちゃくちゃ安い。やばくないですか。エアリズムコットンのタンクトップとかは990円するよね。しかも店舗に置いてなくて、なんかオンラインじゃないと購入できないやつなんだけど、こちら店舗にも置いてるし、オンラインでも購入できます。しかもカラーがめちゃくちゃ豊富なんですよね。全部で6色ぐらいあるのかな。ホワイトカラーにグレーカラーにダークグレーにブラック、そしてオリーブカラーにネイビーカラーということで、もう彩り緑みたいな、こんなにもですねカラーバリエーション作るということは、もう自信の表れなわけなんですよね。でですね、こちらすごいのが3つですかね。まず1点目なんですけども、1枚でもいけちゃうわけなんですよね。こちらですね、綿とポリエステルなんだけど、一応生地見てみると結構綿っぽい素材なわけですよね。オリーブカラーの方がわかりやすいかな。綿の素材で、しかもリブになってるんだよね。あぜーみたいな感じで縦のライン入ってんのわかりますかね。だから伸縮も結構いいんですけども、綿の感じで着れるし、あとドライ機能追加されてるんで、すぐ乾く、汗吸収してすぐ乾くっていう、そういう機能があるわけなんですよね。エアリズムのマイクロメッシュ1枚で着てたらもうやばいやつになるんだけども、もうすっけすけで、もうめちゃくちゃすっけすけでやばいやつってなるんだけど、これはね、なんか1枚でも意外といけんでねっていうぐらい、結構ね生地もしっかりしてるし、かっこいいんだよね。着丈もね結構長めな感じ、お尻ほぼほぼ隠すぐらいな感じかな。僕身長177センチ70キロの体型だけども、結構ね着丈長め、身幅はね、まあ、普通かな、フィットするような感じでございます。これサイズね XL でございます。こいつのすごいところ2点目なんですけども、レイヤードとして使える。これからの時期やっぱりさ、シャツ羽織りたいんだけど、ロンティープラス羽織物のシャツって暑いじゃないですか。そこでですよ、まあ、T シャツでもいいんだけど、こういうタンクトッププラスシャツ羽織るっていうのも全然ありなわけないよね。普通にこうレイヤードとして重ね着として使うこともできるわけなんだよね。そしてですね、こいつのすごいところ3点目なんですけども、乳首を隠してくれるわけなんですよね。やっぱさ、夏って白の半袖の T シャツ着たくなるやんね。こういうさ、スーピモコットンの薄いね、無地の白 T プラススラックスとかデニム履きたくなると思うんだけど、こういうのってやっぱりさ、乳首透けやすいんだよね、白とか特にね。そういう時にこういうタンクトップを入れてやることによって、乳首が透けないようにできる、もうある意味裏技に近い感じですけども、すごいんだよね。1枚だとこちらね、価格590円なんだけど、なんと3枚セットで1500円でございます。やばい、1500円で3つ買えちゃうみたいな。僕はですね、白と黒とオリーブカラーをこうやってみました。店舗にはやっぱりこの一番無難な白が数多く置いてありましたわ。今の時期ってこういうロンティ1枚でも全然いいんだけど、下にこういう肌着タンクトップ着てやることによって、汗も吸収してくれるし、これが汚れにくかったりするわけね。これが長持ちもするし、結構いいんだよね肌着ってね。ではですね、早速僕がですね、こちらのタンクトップを試着するとどんな感じになるのか行ってみましょう。まずですね、白のタンクトップに白シャツ合わせております。まあ、こないな感じで別に見せんくてもいいよね。シャツの下に T シャツとかロンって着るとなんか暑苦しいって思う時あるんで、まあ、普通にタンクトップ着てやってもいいですよね。これなんかちょっと暑いなと思ったら、シャツの前を開けてやる。それでも結構かっこいいくないですか？なんかレイヤードになってるみたいな感じ。で、このタンクトップさ、デコルテ部分が見えて、なんかすごいね、セクシーな感じも出ますやんね。これデコルテ見えんのが嫌じゃんっていう方は、全然ね、クルーネックの
あの半袖の T シャツとかね、シャツの下に着てやればいいかなと思うんだけど、これはこれでありなんかな、涼しいしね。でさらにシャツを脱いでやるとこのような感じでございます。これはこれでなんかかっこいいくないっすか。タンクトップ1枚で街中歩くのは勇気いるかもしれないけど、なんか意外とこれありやな、ね、家着とかだったら全然ありっすよね。近場だったら全然ありかなって感じするよね。通行でね、こちら黒のタンクトップに青のシャツでございます。これはこれで全然いいっすよね。前開けてやってもなんか意外といけるんやなみたいな、そんな感じしました。でさらにシャツを脱いでやるとこのような感じでございます。ワイドめのパンツ履いてたらですね、このような感じで A ラインのシルエットになりますわ。これでさ、スキニーのパンツ履いてるとちょっとガリガリの印象になるんで、ワイドめのパンツとの相性がいいんかなって個人的には思います。そして3つ目のコーディネート、オリーブカラーのタンクトップにシャツでございます。これはこれでなんかすごくいいですよね。やっぱ白黒が無難で一番いいんだけども、こういうアースカラーもね全然いいから、オリーブカラーは結構好きでございます。ほいでシャツを脱ぐとこないな感じですね。全然いいよね。黒のボトムスともすごい相性良きでございます。白とももちろんね相性良かろうしね。ってことでですね、まあ1枚でもまあいけんことはないし、シャツのレイヤード重ね着としても使えるということ、なんとなく分かっていただけたんではないでしょう。続いてですね、乳首が透けないか検証いってみましょう。例えばですね、スーピモコットンのこういう半袖の T シャツってさ、1枚で着ると、まあ、涼しげでね、気持ちいいし、最高なんだけど、やっぱこの胸のあたり、その乳首の透けとか、あとなんかちょっと浮き出る感じとかが気になったりするじゃないですか。生地が薄いからさ、着心地はいいんだけど、ちょっとこう透ける感じが気になったりしますやんね。下にタンクトップ着てやると、こないな感じですね。ちょっとね、薄い T シャツなんで、なんかタンクトップのライン見えるっちゃ見えるんだけども、乳首のこの浮き出る感じとかだいぶね軽減されてるの分かりますでしょうか。汗とかも吸収してくれるからめちゃくちゃナイスだよね。ちょっと腕を上げるとこうレイヤードみたいな、意図せぬレイヤードみたいな、そんなんも楽しめますよね。なんかさ、男のさ乳首なんて誰も見たくないわけなんだよね。それをさ見せてしまうっていうのはギルティーなわけやないですか。ちょっとね紳士的ではないよね。海外の方とかだったら全然素肌にね T シャツとか着てるかなとは思うんだけど、まあなんか全然人間が違うやん。体格も海外の人いいしさ、顔もかっこいいしさ、まあ許されるかなと思うんだけど、僕とかブサイクのやつがさ、もう乳首透けさして T シャツ着てたらもう最悪やんか。もうちょい丈長かったらレイヤードとして使えるかもしれないけどね。結構オーバーサイズめの T シャツだから、なんか裾見えないよね。タンクトップのレイヤードなかなか見えないよね。まあ、このような感じでですね、下着なんだけども、1枚でもかっこいいし、重ね着でもレイヤードでもいけちゃうし、しかもですね、T シャツの下に着てやると、汗とかも吸収してくれるし、乳首の透けも防止できるということで、最高なわけなんですね。これからの時期、大活躍間違いなしなんで、ぜひぜひ男性の方チェックしてください。以上、今回はここまでです。ちょっとでも参考になったよという方は、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。